皆さんこんにちは、トローストのりこです。今日もこの動画をご覧いただきありがとうございます。随分と長い間動画をアップすることができず、申し訳ありませんでした。これからはまた少しずつ皆さんのリクエストにもお答えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今回はいろいろなリクエストがあった中から、自分を受け入れるという、言葉についてタッピングの練習をしていきたいと思います。私と一緒にタッピングをしていて、セットアップフレーズの、自分自身を受け入れるという言葉に、違和感を感じている人が、少なくありません。今の自分自身を受け入れてしまったら、もう成長しない、もう前に進めないんだ、もう変わることはできないんだと感じてしまったり、あとは自分自身に対する思い、例えば自分は優柔不断だ、自分は怠け者だ、自分は嘘つきだ、自分は、人を傷つけたこともある、だから受け入れてはいけないんだ、受け入れちゃいけないんだって感じていたり、または自分は受け入れるに値する人間じゃないと感じていることもあるかもしれません。なので今日は、自分を受け入れるという言葉に対する、もやもやした感情を手放すタッピングの練習をしていきたいと思いますので、私の言葉に違和感がなければ、ご自身の体調に責任を持ってぜひ一緒に練習してみてください。はい、それでは始めていきましょう。では空手チョップポイントを叩きながらセットアップフレーズを3回言います。自分自身を受け入れるという言葉を聞くと、もやもやと違和感を感じるけれど、そう感じている自分自身をそのまま受け入れることができたらいいなと思う。自分自身を受け入れるという言葉を聞くと、どうしたらそんな自分自身を受け入れることなんかできるの？偽善者？今まで何も悪いことしてないの？変な気持ちになるけれど、そう感じている自分自身、そのままを受け止めることができたらいいなと思う。自分自身を受け入れるという言葉を聞くと、そんなことができるんだろうか？いや、それは無理なんじゃないかと感じるけれど、そう感じている自分自身もいつか受け入れることができたら楽になるんじゃないのかなと思う。自分を受け入れるという言葉に違和感を感じる。この違和感、もやもやする。そんなことしちゃいけないんだと思う。自分は完璧じゃないからかもしれない。ネガティブな部分をたくさん持っている自分を知っているからかもしれない。受け入れられた経験がないからかもしれない。受け入れてほしい人に受け入れてもらえなかったからかもしれない。でも自分自身に完璧を求めなくてもいい。人間は不完全でもいい。ただ今の自分の状態をそのまま受け止めてみる。ああそうなんだとただ受け止めてみる。私に過去を変えることはできないけれど、未来を変えていくことはできる。私は変わりたい。変えていきたい。成長したい。だからこそ今の自分の状態、状況を受け止めてみよう。今の状況がわからなければ前に進むのも難しい。
ビゲーションシステムでも現在地の入力が必要だ。だから今の状況を受け入れてみよう。すぐには無理かもしれない。時間がかかるかもしれない。だけど少しずつ手放していってみよう。この違和感を手放す。モヤモヤする感覚を手放してみる。この不快感を手放しても私は安全だ。この不快感を手放しても私が怠け者になるわけではない。楽な気持ちで前に進めるはずだ。もっといろいろなアイデアも出てくるだろう。だからこのモヤモヤした感覚を手放していこう。嫌な気持ちで無理やり前に進むのではなく、穏やかな気持ちで前進していこう。穏やかな気持ちでいれば、自分が何をするべきかが見えてくる。だから深呼吸して、体の力を抜いて、穏やかな気持ちで少し違和感を感じている自分をそのまま受け止めてあげよう。そのままの自分を見る。穏やかにただそのままの自分を把握する。穏やかな気持ちでただ自分自身を受け止める。そうやって少しずつ自分に近づいていこう。私は私でいいんだから。そのままの自分でいて大丈夫。安心して、何かを変えたかったら私にはその力がある。だから一旦気持ちを楽にしてみよう。気持ちを楽にして少しずつ自分に近づいてみる。そのままの自分に近づいてみる。そうすればいつか自分自身を受け入れることができる。はい、深く息を吸って、はい、吐いて、私たちは人間なので、いろんな感情を持っていて当たり前ですよね。なのでそんな自分自身をいつか受け入れることができたらいいなと思っています。